中日ドラゴンズが緊急補強したウンベルト・メヒア26歳がチームに合流しました。今年の WBC パナマ代表の右腕を獲得しています。6月2日に支配下登録したようです。開幕直前に中継ぎエースの亡命、一軍の助っ人としては投手はライデルのみ、野手も全ての助っ人が成績不振、現状はビシエドのみの状況で外国人選手の枠が余っていました。また先発の大黒柱である大野雄大が手術で離脱、ジャリエルと大野の両投手を欠いて一軍の台所事情も若干苦しくなってきていたところに白羽の矢が立った形になります。メヒアは6月2日にバンデリンドームで入団会見を行いました。会見で本人はコントロールがいいと思うし、まっすぐにも自信ある、ドラゴンズで自分の力を 100% 出せるようにしたいと語っています。ウンベルト・メヒアとはどんな選手なのか見ていきたいと思います。193cm、104kg、右投げ、右打ちの投手です。パナマ出身の、現在26歳です。2020年マイアミマーリンズでメジャーデビュー、翌年21年5試合に先発するも勝ち星は挙げられずでした。22年はメキシカンリーグでプレー、 50.1 回で吉球3、防御率 2.15 と安定した成績を残しています。本人も制球力に自信を覗かせていた通り、吉球数が少ないことがわかります。マーリンズ時代は傘下内で最もコントロールが良い投手とされていたようです。落差のある70マイル台のカーブ、90から93マイル、最速95マイルの速球、スライダーやチェンジアップも使用する投手です。メヒアに対して立浪監督も期待を寄せているようです。監督は楽しみに待っていました、表情を見て性格の良さを感じますね、起用法はもちろん先発で期待していますとコメントをしています。メヒアの起用方法は監督のコメントからも先発になりそうです。年俸5000万円の1年契約と中日としては高額の補強の部類になりそうです。そのため2軍を回す役割ではなく1軍で先発の一角として期待されるでしょう。主な1軍の先発投手の成績がこちらです。現在こちらの6人でローテーションを組んでいますが、勝ち星が先行しているのは小笠原のみです。直近福谷がソフトバンク戦で打ち込まれ登録を抹消されています。先ほどの6人の代わりに1軍の先発を任せられそうな投手が2軍にいない現状があります。主な2軍先発投手の成績をまとめました。この中で中地のみ1軍で先発登板していますが、1イニングで故障があり降板しました。根尾と梅津には期待がかかりますが、もう少し2軍でイニングをこなす必要があり、1軍で先発はもう少し先になりそうです。中日の先発投手陣を見ても、今回は苦しくなってきた先発の補強と見られます。ただメヒアを獲得しても支配下枠はまだ残っています。先発がイニングを食えていないため、徐々に中継ぎの負担が大きくなってきています。ジャリエルの穴埋めとしてメヒア以外にも中継ぎの補強がさらに必要かもしれません。最後にファンの声を見ていきたいと思います。5000万、これは働いてもらわないと困る。最低でも先発で5勝1勝1000万か。10勝だな。よく来てくれた。これで少しは投手陣楽になると。 A な枠の関係はあるにしても、投手はいくらあっても困らない。夏場は先発もロングリリーフもリリーフも必要となる。取れるなら取っておくのは良いこと。野手はもう仕方ない。4人いる上に育成で2人もいるしな。過去の登板実績を見る限りは完全に先発起用がメインの投手ですね。ジャリエルの代わりなら7回か8回に使いたいところであるが。コメント欄で皆さんの感想、意見を教えてください。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。